Alright, hold on. H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 ope you guys. 今ラファ東京に来ました。さっきの道からレシオ&シーから1キロぐらい歩いて汗だくです、はい、今取材交渉中でして、もしかしたらダメかもしれない。どうかな。ありがとうございます。撮影許可がおりました。オープンしたてです。じゃあ行きましょ。こうイベントの入ってたり、え EF EF お素晴らしい EF や、ちょっとまずここから行きましょう。サイン入ってるで、やったじゃん。そこの席にしましょうか。うん、これはお土産買わなあかんかも。じゃあせっかくなんで EF のサインがある場所に座らせていただきましょう。自家製ジンジャーエールとジンジャーシナモンティーをお願いします。聞きたいな。裏なんやったっけ、7位で割ったんだっけ今年。自家製ジンジャーエールとジンジャーティーラテ、ジンジャーティーラテ、ジンジャーシナモンティーラテ、シナモン。さあ飲みましょう。この後店舗行く、あの下の店舗でお土産買うから。え、さあ何が何かあるんかな。限定もんとか、限定もんとかあったら買っちゃうかもしれないね。ここら辺暑いね。いいじゃん、実物見るとね、いいよね。私と一緒。レディースそれ。なんかここの RCC は買えるわけじゃないですよね。メンバーじゃないとって。早く買いますと RCC の商品が。ああ、そうなんですよね。まあ、年会料2万2000円なんですよ。はいはいはい。ベネフィットとしては、うん、デザインが。ああ、なるほど。バイクハイヤーできたり、大阪行っても、同じベネフィットが使えるので、うんうん、そうなんですよね。乗れ、借りれる。で、そこのクラブライブに参加したりする。へぇ。それがもう世界にあるクラブハウスに共通するベネフィットです。なかなか福井県だと帰りたいんですけど、ってとこなんですよね。僕ら EF のファンなんで。ファン、いや俺がホックも好きやし、キャノンデールも乗ってるし、いいよねこれ。俺これ欲しいんだけど。ラファも好きや
ラファも好きやし、これ持ってるね、同じの。あ、ありがとうございます。これセザー。そうなんですよ、黒い版画にかかってるの全部入れますので、白い版画にかかってるのがレディースなんですよ。はい、そうですね、はい。うわ、すごいな、実物見れるってすごいありがたいというか。なんか例えばこの、はい、限定商品みたいなっていうのはあるんですか？店舗限定でしか販売しないみたいな。これは買えるんですか、メンバーの。あ、これも買えます、はい。でもおしゃれだね、ラファ東京って。ラファっぽい。へえ、いいじゃん、これ結構。大阪に行きますと、デザインも同じなんですけど、まあ、大阪って書いてありまして、なるほどね。紋章が違うんですけど、これが東京の紋章を、はい、使わせてもらってるので、クラブハウスごとに違う紋章を使われてるんですよね。だったらこういうのがいいなクラブハウスの紋章になっています。なのでデザインが本当はいろいろあるよね。でも全部おしゃれやな。大阪やとなんかこの、まあ、観覧車ですね。観覧車。はい。東京は 何をモチーフ？これ実は本当に東京の紋章なんですよ。へえー、はい。なので結構マンホールとかける紋章が、はい。そうなの、ね。ボトルもあるしね。かわいい。帽子いいけど俺入らん。俺頭でかい、俺入らん。あ、結構普通にポップのキャップとかすごい持ってるから、後がすごいと思って、はい、すぐ頭になったんですけど、これはならないです。ちょっと着たい。もっと柔らかい、はい、柔らかくて伸縮性が持ってあるんで、これはもうこれだけは自分は被れるんで。いや、俺入らんかったですよ、恥ずかしいの。大丈夫です、自信あります。あっ入ります、入ります。大丈夫？まあ、全然めっちゃいい、これ。あ、そうなん。あ、ね、夏もすごいワーケース、チネリとかしか買ったことないからね。すごい似合ってるわ、本当。似合うけどな、一個買ったらピンク、やっぱりヘルメットが好き。それ似合うよ。本当？うん、ほら。東京って。似合う似合う。ほら。いいと思う。これあれヘルメット。色違いですね。色違いですね。めっちゃコーディネートできる。そうやな。お、T シャツ可愛いんだよな、これ。なんかちょっと高級感。刺繍だからめっちゃ可愛いんだよ、これ。可愛い。これ普段使いの T シャツとしていいなと思った。そうですね。なんかちょっと帽子と帽子、うん、帽子と迷う。どれかかなと思うんやけど、これ似合うよ。これ あなた買えばいいんじゃないかと思ってるよね、うん、ぶっちゃけ、うん、結構似合ってる。かわいい。ラファをシェアしいいんじゃない。ラファしか持ってないでしょ、服。それ おしゃれ。しかも東京の限定。これフリーサイズ。今ね、ちょっと気になってるのはこれとあれ、やっぱあれ定番、もう手に入らんでしょ。いや、なんかやっぱキャノンデールノリとしてはさ、もう 来年だってデザインは変わる。デザイン変わるか、なんかキャノンデールに提供するかもわかんですよね、今年からですもんね。マチームがそうですよね。ほら、これ着てみたい。着てみていいですか？まあ、全然、はい、じゃあサイズ化しますよ。こんなん着れてよかった。着れたけどギリって感じだった。伸びないですか？生地の伸縮性もすごいあるので。痩せたら、痩せたらって
なんかピンクって感じじゃないよね、やっぱり。やっぱそうね。お、あ、今回サイズ感大丈夫よね。何の迷い？いいなと思って。うん。着心地はどう？僕いい、めっちゃいい。あの、うん、全部メッシュ。ああ。ピチピチしてるタイプじゃなくて、全部メッシュだから、多分速乾性。速乾性がすごくこれいいんだろうなって。うん。触ってて。今まで持ってるラファのやつって、あの、自分持ってるやつは全部。ツルツルしたやつな。あい、さっきしてプロみたいな。どうぞ。お土産買ったしね。私だけ。はい。いや、また来たいっすわ。今度はね、なんか欲しいなったら買いたいと思います。はい、本日の動画は以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。